皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、教室ビジネスは出し惜しみしない人の方がうまくいく。 とといいいうお話をしてみたいと思います、えー、今日は実際にあった事例とか私が普段感じている事例をですね、まあ、2つほどピックアップをしてお話をしていきたいと思います。あの出し惜しみをしないっていう部分で言うと、まあ、お金の部分とあと知識の部分ですね、まあ、両方あるケースがあります。で実際にこれ あのいろんな、ね、ケースの人がいるんですけれども、まあ、大体今まで見ている人で脱脂、えー、惜しんでいる人の方がむしろ節約していてうまくいっている風に一見見えるんだけれども広がらないのでその先の伸びがあまりない感じなんですよねだから、えー、教室授業,授業を大きくうまく伸ばしていきたいって思うのであれば 出し惜しみしないっていうのを1つキーワードに考えていただければいいかなと思いましてこちらの動画を撮っております。はいということでではねあの本題に入っていきましょう、えーと。出し惜しみをしない場合にどういう場合がいいのかっていう、まあ、2つの事例をねちょっと実際に出しながらお話をしていきたいと思うんですが、えー、とまず1つお金っていう部分の中で、えー、特にそうですね 企業初期とか、まあ、中期ぐらいの方もそうだし、それなりに稼いでいるはずの方でもよく聞く、まあ、サブスク問題ですね。<laughs> サブスクリプション、あの月額課金の便利なツールとアイテムです。 これについて、あのー、計算すると課金の金額がすごいことになっちゃってるから、まあ、解約しようと思っててっていうご相談も、私のクライアントさんからね、よく受けるんですけれども、あのー、もちろんいいんですよ、解約しても、使ってないものは解約した方がいいです、それは正しい判断。ところがある程度使ってるんだけれども、それを使い続けるほど、 えー、儲かってないとかそれが使うのに似合うのかっていうところからやめようっていう方の場合の考え方ちょっとちょっと待ってっていうことをお伝えしたいのがあるのがもうサブスクのところですえ昔に比べてですね例えばアプリケーションとかがうんそのまんまこうスタンダローンっていって パソコンの中に入れちゃうっていう買い切りみたいな形が今ほとんどなくてアップデートとかも結構頻繁に入るので大体 Web からダウンロードしてきてそれをまた機能を更新するっていうタイプの方が多いんですよ。Adobe がまあそれ最初にやり始めたぐらいか Microsoft なのか。 オフィス365とかもありますしアドミのねそういったあのサブスクのプランっていうのがあるんですけども、まあ、それは技術の革新に追いついていない部分があるっていうのと、まあ、多分メーカーサイドの,、まあ、あのお金が入り続ける仕組みが欲しいっていうのと多分両方 でサブスクっていうのがあると思うんですけれども、でこれを結局、毎月お金払うのが嫌だからっていうことで、まあ、もちろん、解約をして違うサービスがうまく見つけられていてそちらがうまく使えるんなら何ら問題はないんですけれども単純にお金がないからっていう意味で解約しようというふうに考えている場合には、まあ、ちょっとどうなのかなっていうことで見直してほしい部分があるんですよ。一つは お金がないいっていう基準はおかしくないですかっていうおかしいいっていうのはそのあなたの基準がおかしくないですかっていうそういう意味ですよ話をねしたいんですけれどもあの教室の先生とお話ししているとですねいやそうでもないところにはバーンってお金を使うのになぜサブスクだとそんなにシビアに計算するんだろうっていうのをすごい不思議に思うこととかがあって例えばうーんと昔だと今はまあそうでもないのかもしれないけどアメブロ ですね、広告を非表示にするっていうのが1100円だったかな、1000円ぐらいかかるんですよ、毎月かかるんです。で、非表示にする、しないっていうのは、もちろんあの選んでもらっていいんですけれども、今、私、アメブロはそんなにメインで動かしてないんで、広告表示のタイプに変えちゃいましたけれども、当時、アメブロが収益の柱になっているブログだった時には、 読む人の立場になったら広告いっぱいベタベタ貼ってあると読みにくいよねっていうのとあと読んでもらってるはずなのに広告押しちゃったら他行っちゃうでしょうっていうの嫌だよねっていうのがあったので読みやすさとデザイン性と実務的な部分を含め合わせて外すというプランを私選んでたんですよね。で アメブロ1本しかやってない人ってそれが本当は生命線じゃないですかそしたらやっぱ他の広告のとこ行かれちゃって文章途中で読んでもらえなくなるってうのはやばいじゃないですか本来はだけれどもなんか毎月1000円なんかもったいないので広告とかそその外すとかっていうのは入るつもりはないんですけどみたいなこととかもね聞き交うこととか多いんですけど。 それだけでもしも集客してるんだとしたら、やっぱり読んでくれる人の立場を考えたら、いや1000円ぐらい払おうよって思ったりするんですよね。だって1000円って1日100円なんか無駄遣いして10日分ですよっていう雰囲気なんですよ、私からするとね。で、これは今、じゃあ、アメブロです。じゃ あのアドビのね、フォトショップとか、必ずフォトショップがいいとは限りませんあの、キャンバーとかも便利な機能とかもあるので、なくても全然いけちゃうので、無理やりそのフォトプランとか入る必要はないんですけど、まあ、これもやっぱ1000円ぐらいなんですよ、ライトルームとフォトショップっていうのを使うっていう権利があって、でそれもやっぱ1000円がもったいないって言って、うん、入れないけど、なんか工夫しながら頑張りますとかね、いうことで。 それも悪くないですよっていううに悪悪くくなないいいでですすよよってのがいろいろこう世うの中には便利なツールがあってサブスクリプションの形式を取ってるものが結構多くってお金がもったいないからって使わないっていう選択肢を取るっていうのはそれによって便利なツールを使い倒すと時間が節約できるんだったらそっちを取るべきだし。 それによってお客さんが喜ぶような仕組みをうまく作れるんだったら仕組みとして使ったらいいと思うんですよね。ここがやっぱりあの縮小側の方に行くタイプの頭の方ってもったいないって。 言うんですよでその多分ね根本的な考え方が何かをする上でちょっとでも出てっちゃうのもったいないっていう主婦のお財布感覚の方ってそういうこと言っちゃうねって思ってますまあ教室業がもともと主婦から趣味からっていうスタートが多いからからかもしれないんですけれどもあのビジネスってやる時っていろんな初期費用本来はかかるんですよ。例えば店舗を持ったら 店舗の固定費とか家賃とか高熱費とととかかかかか家賃熱った上ででオープンしたりすするわけですよまたはその自分の店舗を宣伝するためにチラシを吸ったりとかネット広告とかも使ったりとかっていう広告費用とかね、最大3割ぐらいは見るケースがありますよみたいな話とかがあったりすると、ですね総売上げ高の3割くらいって言ったら100万円稼ぎたかったら30万円とかっていうのが相場感として割と当たり前なんですよ。 ところが、教室業になると10万円とか稼ぐのに3割って3枚まで本来は使っていいわけは、まあ、ただ収益構造が悪い方っていうのはそもそも50%しか利益が入らないから、まあ、じゃあ50%の中の10%だったとして5000円、えー、30%で1万5000円じゃないですか。これはきついいとかっていう話 金額が少なければ少ないほど、もちろんそういったものはおもしがかかってくるのは分かるんですよ。分かるんだけれども、ビジネスとしてうまく回していくために、まあ、最低限必要なリソースっていうのは、あ,のあんまり出し惜しみしない方がいい,いいです。バカみたいに使う必要はないけれども、本当に便利に使っているのに、たかだか1000円とか2000円が惜しいからといって、もちろん積み重ねれば上がりますよ、1万円とか。 場合にった2万円とか上がりますよ上がるけれどもはっきり言ってそれ以上に稼げてたら問題ないじゃないですか。で初期の人とかは特にサブスク嫌がるのは稼げてないのに毎月お金払うの嫌だっていう人いるんですけどなんで稼げてないのにっていうふうにそこで諦めるんですかっていうふうに思うんです。早く稼いだらいいらじゃないですか もしかして半年かかるかもを3ヶ月になぜしようと思わないっていう払い続けるのは全く稼がない予定で払うの嫌だっていう計算をすでに立っている段階で稼げないですよその人ってだからサブスクを払うか払わないかレベルの以前の問題のマインド向かい合うマインドで 稼げないと思ってる自分をセットアップしちゃってる、稼げないかもしれないと思ってる自分をセットアップしちゃってるから払えないっていう選択肢を取るんだったら、逆で、これだけ稼ぐって思っているから、このお金を払うんだっていう人と、差がどれぐらい出るかっていうお話なんですよ。 人と比べる必要はないですよ。ないけど、スタートの考え方が違うっていうタイプです。私は投資をしたら回収をしようと思うタイプです。基本的には。だから、まあ、これだけのツールを使うっていうことは、当然それ以上は稼ぐっていう、その効果を当然見て、サブスクリプションとかもね、結構入ってますよ。便利に使うものに関しては。使わないものはもちろん解約してってますけどね。なので、その、 うまくいくかどうかわからないから払うのが怖いですっていうのはナンセンスっていう意味です無意味ですよだってやってもいないのにだったらなぜ使い倒して早く収益化しようと思わないのかっていうことの方が私としては不思議な感覚を持つなっていうところなんですあのでも,もっと面白いのがそういうすっごいこうきっと りしている経済観念を持ってそうな発言をする人に限って変なところでお金使ってます。変なところで。え、なぜ,なぜあんなにサブスクを嫌がったのに、えー、例えばなんだろうな、なんかちょっとした、えー、お買い物 <laughs> みたいなやつ2000円とか使っちゃうんですよ。そこまで切り詰めてるんだったら全部切り詰めたらいいんじゃないですか って思うんだけどなんか無駄遣いっぽいことをしちゃうわけですよそういう人に限ってなのであの経済観念がちょっとおかしいと思いますね、えー、仕事の部分でのお金の使い方あのもちろん個人で使うプライベートでどう使うと勝手なんですよ何を使おうともだけれどもそこをケチるぐらいだったらそっちを節約してそこを 投資していく方が回収ができたりとかビジネスが伸びていくからその方がいいですよねっていうそういう考え方なんですよね私はだからサブスクは確かに整理する必要があるんですけれども使ってるものは捨てないで使い続けて収益を埋め続ける方がいいのでどれだけうまく使いと伝えこなせるかっていう観点から 使い倒してみる、それを使うことによって稼いでみるっていうふうに思考を転換する方がいいと思いますのでこれをお金を出し惜しみすると伸びないケースが多いです。無駄に使えとは言ってませんあのちゃんと選んで使う必要があるんだけれども本当に便利なツールなのにもったいないな怖いな毎月課金嫌だなって言って使わないっていう方がもったいないねっていうことがまず1点目の あの出し惜しみっていうお金のね出し惜しみっていう話が1点目です。2点目二点目は、えー、と知識の出し惜しみですねはいあの確かに教室業って知識をもちろん与えるとか実技を教えるっていうところで成り立ってる商売だっていうのは分かっています。でもちろん私自身の えー、コンテンツも基本知識とかそういうものを扱っているものです。であのお金を、ね、しっかり払ってくれる人と全く同じ内容を言えとは別に言っていません。だけれども結局カスタマイズしないとどうしようもないような領域って別に喋っちゃっても。 問題ないんですよ基本的にあのその領域ですら隠し通そうとする人っていうのはやっぱりあの選ばれにくい世の中になってきてるんですよねでレシピも厳密に言うとその配合を決めるっていうのはすごく大変っていうのは分かってます私もレシピ作っててパンの教室やってましたからね分かってるんだけれどもレシピって著作権がないので あのちょっとでも変えちゃったらもうレシピってその人のレシピじゃなくなっちゃうのがレシピになるのであのレシピそのものの配合そのものに重きを置くよりもそのレシピを考える背景とかその人の個性とかそういった部分でレシピも本当は勝負をしてほしいんですよねで。考え方とかも別に言ったところでですね すぐに真似できるようなレベルだったら、実際に大したことがない内容なんですよ。結局、それを聞いて加工できるところとか、あと思いつくかっていう話は、その人から湧き出るアイディアみたいなものなので、この領域はなかなか難しいよねっていうふうになると、それが個性になってきます。だから、レシピって確かに微妙で難しいんですよ。難しいんだけれどもあの レシピっていうそのものの価値とかもあのこれからどんどん下がっていきます。YouTube とかで普通の人がバンバンこんな感じっていうので上げてるわけですから。だから教師の先生もそこじゃないところで勝負していけるような位置を見つけるっていうことが必要なので、であれば内容を知ってたとしても会いたいから来るとか、リアルで先生に習いたいから来るとか。 オンラインとかでもリアルタイムとかあるじゃないですか。ああいうのも、それだから、そのレシピ分かってても習いたいとかっていう状況を作っていくようにしないと、今後の教室ビジネスは厳しいだろうなというふうに思うんです。このあたりも本当に小さな話ですら えー、し,ゃしゃべりたくないっていうか秘密みたいな感じで言ってる方いるんですけれどもあのそこまで大事な話じゃないですよその領域ってむしろちゃんと情報開示したりとか、えー、こういうものはどうなるよっていうのを伝えてる先生の方が信頼されるし実際にそれじゃもっと深くね聞きに行ったらもっといっぱい教えてくれるのかなっていう期待値とかあるじゃないですか。だから あのー、私教室の時も今もそうですけどこうやってすっごい YouTube でいっぱい喋ってます、あのーえーっと。コツとかも含めてですよパンの時とかもどういうふうな考え方でレシピをね、あのー、考えていくのかっていう私の頭の中でもそれを言ったところで皆さんが全て真似できるわけではないしそれによって全員が別に来なくなるってことはないと思って。 いたので、はい、材料の組み合わせをどうやって組み合わせるかっていう私の頭の中のアイディアは私がひらめいてそうしているだけだからなのであのレシピは無価値化するっていうのはそういう意味で言ってます。ということはそれに準ずるところで誰かが作ったレシピをそのまんま 要は何の加工もしないでただ人形のように喋っているだけの人の教室っていうのは流行らなくなっていきます。当然レシピがそこにあって例えばそれが教会から譲り受けたものディプロマを取って譲り受けたものだったとしても伝え方教え方自分の知識を上乗せしてどれだけ言えるかっていう加工をどれだけできるかがその教室の個性とかになっていくのでなのでレシピって あんんまり意味がないいっって思って思るんですよ私の中ではね自分が作ってた側の人間ですけどね時代が変わってきているからっていうふうに思ってますなので知識って、あのー、出し惜しみする人ってやっぱりその後ろが見えないんですよね だけれども、やっぱりそこをちゃんと出してくれる人だと、あこの人安心ってで、習うんだったら、この動画でね、喋ってるもの以外とか、言ってるもの以外でもまた教室になると、もっと聞けるんじゃないのかなっていうふうに思うと思うんですよ。だからそういった意味で信頼関係っていうのが出来上がっていくので、隠したがる人ほど、 閉鎖的になっていって、閉鎖的になると生徒さんとの接点、外から特に新規の人からの接点が減るので、やっぱりうまくいきにくいなっていう印象があります。なので、知識とかも基本出してっていいと思います。あのでそんなにね、皆さんが、ね、思うほどね、覚えてないから、だいたい 私のクライアントさん見ててもマーケティングの話とかねいろいろするんだけど3回ぐらいで分かる人はいいんじゃないですかぐらいでめっちゃ賢い人1回で分かる人もいるけど大抵諦めてますその辺りまた言ったよねの話を分かってるけどしつこく言い方変えて言って5回でも10回でも大事なことは言ってますっていうぐらい人って覚えてないんですよだからあの言っても別に大丈夫と思ってます。 はいうん、超自分に関係あるすっごい大事なことって思うことはすっごい真剣に聞いて覚えるかもしれないですけど通常の話なんて何回も言って初めて記憶に定着するぐらいですよ。それぐらい人間って忘れやすいんです。だから安心していいいですっていう <laughs> 感じです。それよりもあな何か教えてくれたなこの先生好きとかいう満足感の方がどっちかっていうと。 大事かなっていうふうに私は思っているので知識の出し惜しみもしない方が教室業としてはうまくいきます。はい、それは何人も見てきて感じてることへです。閉鎖的な人の方がうまくいってないですね。と、はい、いうことで本日のまとめに入りたいと思います。教室ビジネスは出し惜しみしない人の方がうまくいく。1、えー、つ目の出し惜しみはお金の出し惜しみ、2つ目の出し惜しみは知識の出し惜しみ。 これをしないでおおらかに出していく人の方がお金も循環するし人も循環するので結果としてビジネスがうまくいってます。ということで以上ご参考にしてみてください。それでは。